まず最初に基本と決め一本を行います。はい、続け、はい、レイ正面、レイヘゴイ、はい、続け、レイレイレイって、
西川先生、はい、ヌンチャンク、これは小昔、夜回りやった、正式でございますね。それをアレンジして、今子供たちにはちょっと、木は危ないですから、これはもうすごい軽いもので作ってあります。で、棒と棒の紐、一本の紐になっておりますが、本来は、紐じゃなくて、馬の尻尾を編んで、作るようになっております。じゃあ西川君、はい、始め。 兜をかぶった人間の首を落としました。中国では、兜のかぶった敵の大将の左の耳をたくさん取りまして、それを革の袋に取った人間が一番最高に強い、その人間が英雄になるわけでございます。そこからこの字を用いることになりました。型、最後は
直って。はい、ライト。はい、続け。はい、回れ右。はい、かけよし。このサイワーという方は、季節でいうと冬の方でございます。そうして大体13人の敵を滑空して戦う方でございます。最後に中川の支部長であります川地英二師範によります型13と書いて生産と呼びます。それは五重の三鎮という型を実践にした方でございます。よろしくお願いいたします。はい、はい、全員出て。はい、次へ。よくな。正面。はい、レイ。はい、これにて、50連進館の演舞をお渡しいたします。どうもありがとうございました。